はい、どうも吉谷です、バイナリー、吉谷さんハゲてきてますね。正解です。はい、まあそんなことはどうでもよくて、あのバイナリーオプションのソフトですね。まあすごくいいソフトなんですけども、販売します。で、お問い合わせいただいて、その値上げしますかみたいな、いただいたんですけど、値上げは分かんないです。で、今日その秘密の勉強会っていうやつね、編集終わって、まあ、編集終わったんで明日アップします。はい、今日ね、実はもうすでに買っていただいた方がどうしてもちょっとレクチャーいただきたいということで、特別にそのセッションみたいなね、カラオケボックスでやったんですけども、でその時に梅田さんがちょっと値上げしたいですっていう話が出たんで、まあ、値上げ、将来的には値上げするとは思います。値上げしたいですっていう、で、なんだ、内容もいいですから、うん、ただ僕がその販売価格を決める決定権はないので、梅田さんがもう値上げしますって言ったらもう値上げになりますね。まあ、僕が今回販売元ではないですから、わかります、販売元ではないんで。で、今回の、販売っていうのがどういう販売なのかっていうと、その梅田さんっていうのが大元のシステムを作ったとこです。うん、システムを作りました。まあその自分のロジックっていうのをプログラマーさんにお願いしてシステムを作った。でこのソフトツールっていうのはすごく良くて、うちで扱わせてくれっていう代理店がいます。うん、バイナリーオプションジャパンっていうね、代理店があるんですけども、その代理店さんが、代理店さん経由で僕が、なんだ、今回特別にですね、販売をさせていただきます。はい、で大元はそのなんだ、梅田さんが、作ったロジックです。でそのロジックシステムツールを、めちゃくちゃいいからちょっとうちで販売してくれよ、させてくれみたいな感じの、会社さんがいて、でそこがバイナリーオプションジャパンだかな、でそこの会社さんの、だから結論は、その僕は販売今回ねご案内しますけれども、買うのは その代理店から買うことになります。だから梅田さんから直接買うわけではなくて、サポートに関してもその代理店のところがサポートしてくれます。うん、まあ、今回の秘密の勉強会に関してはですね、特別に6年か5年前からのお客さんだったんで特別にいいですよっていう許可しましたけども、ね、それぐらいの関係性であるなら考えますけど、梅田さんに交渉はしますけれども、なんかなんだ、その5、6年のお付き合いがないお客さんとそういうのはしないですから。うん、今回特別枠で本当5、6年のお付き合いなんで、で梅田さんとそのお客さんのつながりもあって、うん、っていうのもありまして、そう、特別に勉強会っていうのやりましたけども、うん、はい、ということで、まあ、今回は僕が販売元でもないですし、代理店経由かな、うん、ちょっと複雑なんですけど、だから梅田さんが販売してるわけではないです。梅田さんは開発元ですね。OK ですかね。はい、で今回ですね、一応僕がその紹介してこう販売するんで、僕から買っていただくといいことあるよっていう特典をつけます。うん、僕から買うといいことあるよっていう特典をつけます。うん、だからその代理店からも買えるんですよ。もちろん。その代理店も今販売してますから。うん、だから代理店からも買えますけど、僕から買うとお得だよっていう特典はつけさせていただきます今回。うん、で一応僕の特典付きでの販売に関しては、3日間ぐらいの限定で販売を予定しております。はいですね。でその特典の受け取り方も、僕が販売してるわけじゃないので、ね、僕の銀行口座にとか僕のペーパルに入金してもらうわけではないので、代理店の会社さんに入金していただくっていう形なので、特典の受け取り方法も僕決済確認できないんで、振り込みも、あ、確かに、ね、銀行振り込みのみかな、うん、すみません、銀行クレジットカード多分対応してないですね。うん、で、その入金しましたよっていうスクショみたいなのを送ってもらって、 LINE の方で送っていただいて確認できたら、特典の方を配布みたいな、まあ、特典の配布のやり方、受け取り方に関してはまたページの方に書きますけれども、うん、まあ、僕の方で入金が確認できないので、うん、はい、まあ、そんな感じですね。だから値上げに関してはわからないですね。だから大元のシステム作った、まあ、開発した梅田さんが値上げするって言ったら値上げになります。はい、だからそこは僕はわかんないですね。
で、あと今回はその、まあ、そういうねちょっとややこしいんですけど、まあ、そのややこしいからといって、まあ、うさんくさいと思うなら買わないでください、うん、うさんくさいと思う人はまず買わないでください、うん、あとは、まあ、結構動画でも、言ってますけども、なんだそのバイナリーオプションでなんかその一攫千金、例えばその5万を100万にしたいとかね、そういう人は絶対買わないでください。絶対です。絶対買わないでください。絶対買わないでください。何回も言いますけど、5万を100万にしたいとか、5万を50万にしたいとか、そういう人は絶対買わないでください。絶対に。絶対に買わないでください。絶対に。もう何回も言いますよ。絶対に買わないでください。今回のソフトは本当にいいものなんで、いい人に届けたいです。わかります?変な人に買ってもらいたくないんで。もう一度言いますね。今回のソフトめちゃくちゃいいソフトなんで、いい人にちゃんとマインド、ちゃんとマインドがね、しっかりしてる人だけに届けたいんで、そういうね、なんかその一攫千金を目指、なんか目論んでる、なんか儲けたいみたいな。そういう人は絶対買わないでください。だから包丁の話もしましたけど、使い方が全てなんで、どれだけいいものだったとしても、使い方を間違えたら包丁人殺せますよね。うん、だから今回いいものですけども、使い方次第で、それが負けてしまうことになってしまいます。でさらに言うと、今回これだけ強く言ってるのは何でかっていうと、そういう人が買っちゃうと絶対ね変なことしちゃうんで、で資金溶けましたみたいな、うん、知らねえよって買うなって言ってるじゃん。だそれは僕もう知らないですよ。だから言ってるじゃないですか、買うなって。一攫千金とかね、なんかその簡単に儲けられるとかね、そういう人はね絶対買わないでください。言ってるんで。だから販売まだねセールスはしてないですけど、セールスする時も言いますから、もう常に買うなと。そういう人は絶対に、だからいいものなんでいい人に届けたいです。いいものなんでいい人に届けたいです。ちゃんとマインドがある人、投資マインドがある人、投資マインドがないともう投資やるな。もう一度言いますね、投資マインドがないんだったら投資やらないでください。もう一度言いますね、投資マインドがないんだったら投資はやるな。絶対にやらない方がいいです。絶対です。だ投資マインドがない人が仮想通貨とかって全部溶かしてますから、まあ、うまくいってる人もいますよ。うまくいってる人もいますけども、絶対やめてください。うん、まあ、いや、吉谷さん、僕、資金溶けてもいいんですよ。あんた別にいいですよ。全財産溶かしてもいいんです。全然、そういう人は別にいいんですけど、そうじゃないですよ。自分の全財産溶かしたいですか?溶かしたくないですよ。じゃあ買わないでください。うん、だから投資マインドがない人は、本当に買わないでください。だから今回その秘密の勉強会の映像を編集しましたけれども、他のそのバイナリーオプションのソフトを販売しているような会社とは全く違う色の動画の編集の仕方をしています。僕ももちろんそのセールスをね、セールスっていうとこのいい部分も切り取ってます、もちろん。ただ多分あのね編集の仕方はね他の会社は絶対しないですから、あの編集の仕方は僕しかしないんで、多分。もう一度言いますね、その秘密の勉強会かなりあの映像編集しましたけど、あの映像の編集の仕方は僕しかしないです、うん、なんで、まあそれはね明日公開しますけども、なんであんな映像の編集の仕方をしたかっていうと、勘違いしてほしくないっていう部分も含めて、ただセールスをするのでそのいいところも映さないといけないですね、うん、だからまあそんな感じですね。まあ値上げの関してと、あと、買ってほしい人と欲しくない人、うん、だから投資マインドがしっかりある人、その人にはちゃんとこれは本当にいいものですからお届けしたいなと思いますし、で今度僕もね、今日梅田さんとお会いしていろいろ話を聞いて、あこれだったら動画撮れるな、まあ、今日結構具体的にそのお客さんにレクチャーしてたんですよ。前は対談動画を撮る時だけにちょっと触ってたんで、でも今回は2時間ぐらいがっつりそのソフトの使い方だったりとか、まあ、いろんな細かい部分も僕聞けたんで、あこれを動画撮れんじゃねみたいな、おいこれいけるぞと思って、だからもしかしたら僕もその今回のソフトを運用して、でそのまた検証動画みたいなのを作るかもしれないです、うん、はい。まあ、それはねちょっと分かんないですけど、僕もねいろいろこう出先なんで、ただパソコン起動しとけばね、チームビューアでねこう見れて、いろいろスマホだけでもできるっていうことを今回ねやり方っていうのを、まあ、直で聞いて、まあ、やったんで、まあ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 鹿児島の事務所のデスクトップをデスクトップパソコンを使ってないんで、今それを起動させてチームビューアでアプリで見てやるっていうのが、あできるなっていうところで、うん、はい。チームビューアー、チームビューアーじゃないか、なんかその
遠隔のなんかあるじゃないですか、名前間違ってたらすいませんけど、まあまあまあ編集した動画見ていただければ分かりますよ。明日公開しますんで。でセールスに関してはちょっと明日販売できないかもしれないですね。分かんないです。ちょっとまあ僕の準備次第、今日の夜もまたちょっとね収録が池袋であるんで、で夜中なんですよ収録が、うん、まあ22時から、ね待ち合わせで、まあ、そこから毎日どうでしょうやった後、収録なんで、まあ、マスターマインドっていうね YouTube チャンネルあるんですけども、そこの収録なんで、まあでも今月中にはね販売しますので、という感じですね。はい、では、今回質問もちょっといただいたんで、値上げしますかというところに関してとプラスアルファですね、プラスアルファお話しさせていただきました。本当に投資マインドがない人は絶対に買わないでください。絶対ですよ、絶対。あとは借金がある人とか資金にゆとりがない人は買わないでください。もう借金でカツカツで、これでなんかなんとかしたいとかね、そう絶対買わないでください。絶対買わないでください、うん、余剰資金がちゃんとあって、まあ余剰資金がね、例えばその3万とか5万でもいいんですよ。でその3万とか5万溶けてもいいなっていう余剰資金3万5万とかあるんだったら別にいいんですけど、ただなんだ1万円もないですとか、だから僕の LINE の方でもメッセージいただいて、この前そのブックメーカーの商品販売しましたけどね、1万円もないんですとか、まあ、絶対買わないでください。絶対買わないでください、うん、だから3万とか5万でも余剰資金があるんだったら別にいいんですけど、余剰資金って何かっていうと溶けてもいい金です、うん、なんでそのお金がないと余剰資金がないとやっちゃダメなのかっていうと、絶対メンタル崩れるんで、絶対メンタル崩れます。だって余剰資金じゃなくて、あこれ負けたらどうしようみたいな、で負けたら取り返そう取り返そうってなるじゃないですか。でも余剰資金だと心にゆとりあるんで、月利でちゃんと月トータルで見れる、 年トータルで見れるっていう、うん、余剰資金がないとそれ見れなくなっちゃうんで、うん、まあそれはね編集した動画でも梅田さんがねちゃんと話してくれてるんで、まあ、しっかり見ていただきたいなとは思いますけど、明日それは公開します。はい、ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。